文書データからの知識発見について、お話をしていきたいと思います。今回最後のまとめについて。発表していきます。えっ、ー、と、まずですね、この文書データからの知識発見。っていうふうなものはですね。あのー、基盤技術としましては、自然言語処理。っていうふうなものを使っています。この自然言語処理っていう技術はですね。やっぱりまだまだ微軸な。 技術ですなななかなか取れない一番最初にご紹介した「バカ」っていうのだけでもさまざまな意味があります。これらをちゃんと取ることはなかなか難しい。人間でもなかなか難しいのにやっぱり機械の方ではですねさらに難しいというふうになっています。そしして言葉は進化していきます例えば初古短言葉っていうのをご存知でしょうか 多分インターネットで「しょこたん言葉っていうふうに入れると出てくると思うんですけど例えばとてもかわいいっていうことをですね中川翔吾さんはギザ可愛いいと言いましたこれはですね皆さんに通じる言葉だったんですけどそれから2年後にはほとんど通じない使われない言葉になっていきましたこののよううにですすね言葉といいものは進化していきます例えば皆さんがよく使ってる「やばい」 これはですね10年前ですとやばいっていうのは例えばあ今日レポートの提出日だった持ってくるの忘れた怒られちゃうやばいっていうふうにですね悪い時に使ってたんですねところが今やばいっていうのは非常にいい時にも使いますこのように言葉っていうふうなものはですね時を経て進化していきますそれらをちゃんとコンピューターに教え込まないとコンピューターはちゃんと理解してくれません またですね言葉は人によりり解釈っていうななものが異なります例えばなんですけど上下関係がはっきりしている関係の中で上の人から下の人へっていうのだと命令口調っていうのは許されますところがですね下から上ですとこれはなかなか許されないと。ですからその人の立ち位置とかにもよっているものですね非常に異なります。 また仲が良ければ言葉は荒くなります例えば皆さんが親御さんとかに使われている言葉っていうのをそのまま社会に出て上司とか先生に使うときっと大変なことになると思いますやはり仲が良くといいと言葉は荒れるみたいなことがありますまた個々の文章を正しく解析することを求めるのではなくですねやはりあの文書の群 っていうたくさんの文章の傾向値を把握するというふうなところになりますとこれは現在の技術である程度うままくいっておりますやっぱり個々のものっていうふうなものになりますとなかなか正解っていうふうなものは難しいんですけど大量の文章だと例えばですけど一つのものについて良かったか悪かったかみたいな評価をしましょうよというふうな二、まあ、者択一みたいな ところになってきますでそういったものだと今のテキストマイニングっていうのは結構正解データを出すことができますまたですねどう分析するかっていうふうなことではなく何を発見すするのかっていう,ふうなことが重要です例えば今回の講座でも紹介しましたテキストマイニングの中で行政文書っていうふうなものへの適用なんですけどそこではですね党っていう わずか一つの漢字をカウントするだけで政策の正解率っていうふうなものがある程度分かるよというふうなことをご紹介しました。そのようにですね手段は簡単でも発見したものは非常にに大きなな成果になるものがございますですから難しい分析が、まあ、役に立つ発見に寄与するとは限りませんので何が見つけたいのか何が役に立つのか。 でそれを解決するにはどうすればいいのかっていうふうな形で取り組んでいただければと思います、えー、これでですね私の方の文書データからの知識の発見についての解説は終わらせていただきます、えー、この後ですね理論講座に関してご紹介していきます理論講座はこちらにありますより多くの講座っていうふうなものを準備しております ぜひこちらの方もご覧ください。